こんにちは、今日はですね二股やろうと思います。初めての二股です。何回かねワンポールで立ててみたんですけど、やっぱりあの場所によったり立て方がうまくなかったりするとね、かなり狭かったんですよね。で、二股それほど手間じゃないんだったらまあいいかなと思って、とりあえずまあやってみなきゃわかんないので二股やってみようと思います。で、必要なものが、ポールですね、2本あと二股にする、こちらですね、ついてます。あとペグ、早速やってみたいと思います。はい、ではまずですね、もう部品があります。これはストックの、持ち手の方ですねにつけていきます。片方ずつですね。で、まあ、こんな感じで立てるみたいです。こうか、こうですね。こんな感じです。付け終わりました。こんな感じですね。で、125センチぐらいからやってみようと思います。先はねカバーは取っておきます。で、この先をねはめ込みます。はい、とりあえずこれで完成ですね。次は、ワンポールと同じようにテントをねペグ打っていきたいと思います。
123では長いですね。また晴れました。思ったよりもスムーズでしたね。もっと手こずるかと思いましたけど、ただ微調整とかは全然必要かなって思いますね。今130です。なのでかなり下がね浮いちゃってますね。だからもうちょっと低くしていいのかもしれません。ちょっと微調整します。サイズがですね125-125ですね。で、この紐の長さがねいい塩梅ですね。だから二股がこれ以上開かないように紐でつながってるって感じです。で中にですねこうやって、
くくりつけられるので、固定することができますね。で、向こう側の奥にもね、つけられる場所があります。中の感じです。かなり広いですね。やっぱり真ん中にない分快適です。で、真ん中に座れるっていうのが一番大きいですね。で、一つポイントとして、二股用のここが結構カタカタ言いますね。この辺は何か工夫でくくりつければ風とかね、吹いてても音鳴らないかなって思います。結構うまく噛み合ってないのかな。やっぱりカタカタ言いますね。でもまあ1本よりは耐風性も良さそう。で、真ん中のワンポールだとね、もうちょっと、まあ、寄せればいいんですけど、真ん中に敷いてる分スペースがね、ちょっと狭くなってる感覚ありますけど、上が広いので寝る分にはかなり快適ですね。片付けしていこうと思います。
はい、最近ですね、マリポサのさらにいいところが見つかりました。これですね、ポールをしまえるギミックになってます。で、ここで止めるようになってるんですよね。すごく便利です。もともとついてるので、これがここにポールを挿して、蓋をね、しっかり閉めればここから抜けるっていうこともないので、しっかりはまってくれますね。で、止めるところがこんな感じになってて、で、ここでしっかり止めて、雨蓋の部分をね、カチッて止めることで、ここを引っ張るだけ、引っ張るだけでポールが固定できるので、2本ともね、しまうことができます。かなり便利ですね。